この前ここ台東ステーション溝の口店とメガレージが5周年を迎えたんだ。僕もよくお世話になってるからお祝いするために遊びに行ったよ。記念イベントには2日間遊びに行ってきたんだ。土曜日のこの日はライブ&DJ イベント台東ゲームミュージック2022が開催されたよ。僕は橋本ストアマネージャーと一緒にライブの前にみんなへご挨拶したよ。今日はこんなお祝いの日に来れて嬉しいよ。橋本ストアマネージャー呼んでくれてありがとう。ありがとう。新旧ズンタタメンバーが大集合してとっても盛り上がったんだ。僕も後ろでリズムに乗ってたよ。感染症対策で声は出せなかったけど、みんなノリノリで楽しかったな。ライブ後はフォトセッションもしたよ。日曜日にはお店の前でじゃんけんイベントをやったんだ。僕に勝った人にはお菓子をあげたよ。実は僕、パーしか出せないから、チョキを出したら絶対勝てるっていうのは秘密だよ。楽しんでもらえてたなら嬉しいな。久々にみんなと触れ合えるイベントができて楽しかった。これからもこういうイベントに呼んでもらえるように頑張る。それじゃあまたねー。